シアゴ・アビオラ・デルフィム・アルメーダ・イロリは、イギリス・ロンドン・ハムステッド出身のポルトガル人、サッカー選手。ポジションはディフェンダー。イングランド人の父とポルトガル人の母を持ち、ロンドンで生まれた後、ポルトガルへ移った、スポルティング CP の下部組織出身である。2013年9月2日に約700万ポンドの遺跡金で、イングランドのリバプール FC へ移籍した。イロリは、 リバプールの選手になることができて素晴らしい気持ちだ。プレミアリーグに来ることはずっと僕の夢だった。できる限りすべてのことを成し遂げたい、歴史あるクラブだということは知っているし、プレミアリーグは世界最高のリーグだと思う。過去に偉大な選手たちがここでプレーし、多くのタイトルを勝ち取ってきた。僕もその一部になりたいとコメントした。しかし、全く出場機会に恵まれず、 2013から14シーズンの冬にスペインのグラナダ CF にレンタル移籍した。2013から14シーズン終了後にリバプールに復帰したものの2014年8月18日にフランスの FC ジュロンダンボルドへ1年間のレンタルで移籍することをクラブ公式サイトで発表した。2019年1月18日フルススポルティングに復帰し、 4年半契約を交わした。レギュラーポジション獲得を目標としたが、セバスティアン・コアテスト・ジェレミー・マテューから、スタメンの座を奪えず、ベンチを温める時間が増えた。2021年2月1日、リーグアンの &FC ロリアンへのシーズン終了時までという契約で、レンタル移籍が決まった。イングランド人の父とポルトガル人の母を持ち、ロンドンで生まれた後、ポルトガルへ移ったイロリには、 イングランド代表への選出の資格もある。ポルトガルでは U-20 など各年代の代表チームでプレーしているが A 代表の経験はなく今後イングランドを選ぶことは可能である。2012年のイロリスポルティング CP ありがとうございます。